どうもお疲れ様です。今回の動画ではですね、45週目、日付にして11月6日から10日までの1週間を材料をもとに見ていこうかと思います。先週44週目ってのは材料を見ていくに、月曜日と木曜日がチャンスで他の日はエントリーしない方がいいんじゃないかなっていうことでお話し,しましたけども、結果本当にその通りになりましたね。 で、その辺も踏まえて、この日は手を出さない方がいいんじゃないかなっていうのが45週目にあるかっていうと、45週目はね、割とテクニカルなんで、毎日勝負できると思いますよ。それも合わせてお話していきましょう。で、今見てるのが、あともう過ぎましたけどもね、これは3日、文化の日金曜日のことです。日本は祝日だったんで、休場してましたよね。で、寝動きがずっとね、えー、上下とも昇降状態だったわけですけども、 上下30ピップスぐらいしか動かなかったんでね、なかなか利益は取れづらいかなってとこだったんですけども、夜、21時半、アメリカの様々な指標が出て、で、えー、こちらですね、ISM が出てですね、結局は、その、アメリカっていうのは、就業者数があんまりね、芳しくなかった。要するに、就職した人が少なかったんで、えー、ちょっとやばいよっていうことだったんですね、10月は。それを受けて投資家さんは、今後のアメリカ経済の 冷え込みを考えてですね、ドルを売って円を買う。まあ、もしくは他の金融商品かデリバティブか分かりませんけども、とりあえずドルを売ったっていう流れが起きてました。ですんでね、149円台まで下落してしまったわけですけども、さあ45週目は下落しきったそのドル円のバランスを150円、151円と回復していく形になるんではなかろうかと思います。これはもちろんね、 45週目だけではなくて46週目も、引いては11月全般的に言えるんじゃないかなと思います。さらに、えっ、ー、と、日銀のね、逆介入があったでしょ ?44 週目。150円前後では日銀介入してないっていうことが分かりましたんで、おそらく152円あたりまで介入はしないだろうというふうな目算を多くの投資家さんが立てますので、じゃあそこに行くまでノンストップで買いが入るんじゃないの円安に進むんじゃないのっていうふうに私は見るんですね。 多分他の人もそう見てると思います。はい。そして月曜日なんですけども、えー、日銀の金融政策決定会合が、あちょっとね、出ますんで、8時50分。これ注目しておきましょう。私が今、この動画でね、ここまでお話した、えー、だいたい2分ぐらいのことがありますけども、それに修正を加える、そんな発表になる可能性があります。はい。そして月曜日はそれ以外ありませんので、特に修正を加える必要がなかったら、この日は、あ、基本的には倍で取っていきましょう。ね。買いで取っていけるはずです。 で、修正する必要がある場合は、ちょっとあの現場で、月曜日になったらまたお話ししなくちゃいけないかなというところです。はい、ちなみに、ちょっと前お話ししましたけども、個人的な要件で申し訳ありませんが、11月6日月曜日、私ね、免許証の更新忘れてましたんで、この日、ギリギリなんですよ、行かせてもらいますんで。 まあでも午後には帰ってると思いますんでね、えー、特に相場解説にご迷惑をかけることはないと思います、えー。基本的に何もなければ倍を入れればいいんじゃないかなってことと、何かあった場合でもね、これ、えー、ちょっと夕日に様子を見て午後から入り直せればよろしいかと思いますし、あとひいてはね、月曜日しっかり観察するっていう日に使ってもらえばいいと思いますんで、その辺、それぞれのね、暮らしの中で方針を決められてください。で、本番は火曜日からです。火曜日は、えー、材料が特にでかいのが ない。ね。テクニカルでしょはい。テクニカルで言ってください。火曜日。しっかりと、基本的には、買いで取っていけるはずです。水曜日。水曜日も、大きな材料ありません。ね。だから15、151円とか152円に達してない限りは、買いで取っていきましょう。おそらく、この水曜日の時点で、私はね、152円に達してると思うんですけどもね。はい。そして、木曜日です。この日も、ほとんど、 材料ありません気にせずいきましょうえー、木曜日の28時なんで金曜日の朝4時ですけどもパウエルさんがなんか言うみたいですねこれが材料になってきますですんで金曜日の朝はそれを見てえー、ちょっと調整するっていうことが必要になってきますけどもそれ以外特にないですねないまま終わりましたはいいかがですかほとんど材料ないでしょ、うん、パウエルさんのこれぐらいですよ、うん まあですんでね、基本的には、カースイン目でしっかりと買い出利益を取っていく、そんな一週間になると思います。はい、それでは、えー、またね、細かい修正は当日一日ごとやらせてもらいますんで、引き続きよろしくお願いします。